マツダズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対埼玉西武ライオンズ、このゲームの模様をお送りいたします。カープの先発は右の薮田、対するライオンズの先発は右の與座、この両投手の投げ合いです。さあ間もなく試合開始となります。ピッチャーを変えてきました。堀江降板、左のバード、今日3人目のピッチャーとして登板です。ライオンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。投げました、見送ってストライク。第2球投げました、打ちました、ファウルボール。5球は3球目、投げました、ボール、外角へ。次が4球目、投げました、バッターの足元。カープここで引っ張りに警戒した守備位置に変更、打った、ショートバウンド、一塁へ送る。小園、軽快な守備を見せました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番ブー、今日はここまで3打数1安打。第2球投げました、スライダーはボール、外角低め。投球は3球目、投げた、見送ってストライク。投球これから4球目、スライダー空振り三振、アウトコースの変化球でスイングアウトを取りました。第9投げた、ストレート見送ってストライク。投球これから2球目、空振り。第3球を投げた、内角低めいっぱい、見逃し三振。バード見事なピッチングです。バード中軸をピシャッと三者凡退に仕留めました。8回の表が終わって3対2です。カープ1点差で逃げ切りました。ご覧のように本日の試合は広島東洋カープが勝ちました。勝ち投手薮田、負け投手與座、西武栗林でございます。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧